こんにちは、阿部ちゃんです。はなです。なんか今日の動画はですね、はい、前に3人で、うん、同じ車紹介した動画あったじゃないですか。あ、競争したやつですね。そうそうそう、あれでね、やっぱりぶっちぎりはなちゃんが1だったんですよ。まあ、なんとなく分かってましたけどね。なんとなく分かってましたけど、気になるのはね、2位と3位ですよ。2位と3位、はい、気になりますね。2位と3位ね、僕とみーくんで接戦でした。そうだったんですね。はい、まあ、やっぱりなんかね、こう2人のデッドヒートになっててですね、今現在で僕とみーくんのさ、いいね 4票。4票。そう、はい、すごい接戦ですね。はい、もう勝負の期間終わってしまったんで、はい、結果的に僕が4票差でみーくんに勝ちそうなんですよ。はい、でね、今日の動画はみーくんが罰ゲームで用意してくれてるらしいんで、はい、ちょっと様子見に行きますか。 AD 役ですもんね。そうそう、準備してくれてるらしいんで、はい、ちょっと見に行きましょう。どの車ですかね。はい、あ、やってますね。あ、やってるやってる。やってるやってるやってる。なんだよ、ウィーク遅いですよ、もう。早く早く。時間が時間が時間時間。急いでやります。巻きでお願いします。急いで2つでちょっと、はい、言っときますけど、あの人社長ですからね。やばいですよ、ちゃんと罰ゲームやってる。はい、一人でやってますから。はい、よろしくお願いします。頑張ります。はい、頑張ります。で、今日はね、こちらの ER34 なんですけど、こちらですね、後でまたしっかり紹介しますけど、トラスト企画のなんとお客様にお貸し出しする代車兼希望のお客様に貸し出せるレンタカーとしてね、活躍する車になります。ナンバーがしっかり和ナンバーになってて、後でまた詳しく紹介します。ミク、早くお願いしますよ。あとちょっと10分ぐらい待って。あ、わかりました。じゃあみーくん洗車してくれるらしいんで、はい、ちょっと待ちましょう。待ちましょう。はい、本日ご紹介したいのはですね、トラスト企画で例えば整備とか、うん、車両のお預かりをさせていただいた際にお客様にお貸し出ししている代車の紹介なんですけど、うん、はい、今まではね、こちらのトヨタのカローラをお貸し出ししてたんですが、ちょっとこの度ですね、車両の入れ替えがございまして、やっぱトラスト企画ってこうスカイラインとかメインに扱ってるじゃないですか、はい、GTR とかその他いろいろ扱ってるんですけど、まあ、やっぱりトラスト企画の台車がトヨタのカローラだとなんかちょっと味気ないなっていうことなん で、 で、ね、みーくんの計らいでですね、こちらの車に変わることになりました。見てください、じゃじゃーん、かっこいい。こちらはですね、 ER34 でございます。おー、 ER34、 はい、白ですね。新しい台車、はい、こちらが新しい台車になります。半端ないですね。はい、めちゃめちゃかっこいい。で、エアロもですね、純正オプションのアルティアのバンパーが前後ついてて、皆さんの大好きな2ドアです。ではですね、皆さんこの34のレンタカーの詳細気になると思うんで、紹介していきたいと思います。はい、はい、じゃあまずこちらは ER34 2ドアのクーペですね。はい、はい、で、エアロはさっき言った通り、このアルティアの純正オプション、はい、かっこいいですね。かっこいいですね。ここのスカイラインいいですね。そうそうそう、で、この塗り分けもいいですよね。うん、このね、バンパー僕も欲しいです。つけたいです、これ。で、ホイールはちょっと何のホイールだかわからないんですけど、 18インチですね。18インチの大きいホイール入ってますね。はい、で、タイヤはね、ハンコックのベンタスが入ってます。うん、これ割と評判いい、海外製ですけど、そうなんです、ね、いいタイヤです。まあ、なのでこのままね、サーキット走っても多分大丈夫。はい、はい、で、あとはバイザー、ドアバイザー、これしっかりついてますね。前ここ割れてる車ありましたけど、これはしっかりついてます。割れてる車の方が多いですね。綺麗だな、この車。モールとかもこれ本当に売れそうですね。ね、車販売したらここのモール類とかも、あ、めっちゃ綺麗ですね。そういえば、いいな。こう34スカイラインはここから見た角度が一番かっこいいんですよ。この言ってましたね。そう、リアとこの横がシュッと乗ってるところがいつも言ってる。バカですよね、本当に。かっこいいな。かっこいい、すんげえかっこいい。めっちゃかっこいい。
白もなんかかっこいいですね。ね、あんまり白のスカイライン紹介しないですからね。うん、そうですね。うん、いいな、これ借りれたらいいですよね。まあ、カローラとの差を見てくださいよ。カローラとの差。あ、カローラも確かにめちゃめちゃいい車だし、あのジャパニーズスーパーカーなのは間違いないんですけど、これでね、どっち選ぶかって言ったらこっちですよね。そうですね。はい。じゃあちょっと内装も見ますか。はい。内装は、まあ、皆さんが乗りやすいようにシートはね、特にバケットシートとかついてなくて、うん、まあ、ほとんどフルノーマルです。純粋。はい。で、すごい綺麗な状態ですよ。で、オーディオもね、ちょっと古めのケンウッド入ってますね。まあ、お好みの CD とか持ってきていただければ多分聞けると思います。こんな綺麗な車あんまり見ないですもんね、うん、普段の紹介でもね。この辺のパッドとか全然問題なさそう。さすがミーク。これ走行距離どれぐらいいってるんだろう。気になりますね。あ、走行距離は14万キロぐらいですね。内装も綺麗ですね。そう、34は2ドアも4ドアもかっこいいです、うん、これから ER34 欲しい方とかだったら、オートマのこういう車体を見つけて、うん、マニュアルに詰め替えるのがいいかなと思います。そしたらすごい程度いい車ができるかなと思いますよ。マニュアルベース、うん、で、あの、ちなみにトラスト企画では、あの、この ER34 をまるっとマニュアルに乗せ替えるキットをオークションの方で販売してますので。ありますね、はい、よろしければそちらもご覧いただければ。で、あれミッション単体じゃなくて、あのシフトパネルとか、あの、なんだろう、シフトノブとか、あとクラッチペダルとか、うん、もうそれを買えば積み替えできますよみたいな、全部セット販売になってるんで。そうですね、うん、キットとして販売されてるから、はい、 まあ、そちらもよかったらチェックしてみてください。いや、これ楽しみですね、花ちゃん。楽しみです ね、誰が一番最初に借りるかも楽しみですね、うん、なんかできれば YouTube 見てる方とか借りてくれたら嬉しいなと思うん で、はい、もし、あのね、連絡入れるとき、あの YouTube 見てるよって声かけてください。僕たちご出演いただければちょっと、はい、喜ぶんで、はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします、はい、今スポーツカー乗られてない方とかで、今後例えば購入考えてるとか、うん、すごく興味があるっていう方とかは、まあ、一回乗ってみた方がいいと思うんですよね。そうですね。っていうんで、まあ、ちょっと料金はあのかかってきちゃうんですけど、こちらお貸し出しして皆さんに乗っていただこうということで、うん、まあ、レンタカーの役割も担うと、うん、で、今はこちらの34のスカイライン1台だけなんですけど、 GTR とかやばい、あとは他のね、スポーツカー、いろいろトラスト企画が入ってくるので、うん、で、皆さんにね、そのスポーツカーの楽しさとかを伝えられたらいいなと思ってるんで、ね、GTR 乗れたらよくないですか、レンタカーでね。めっちゃいいですね。はい、あの、これからね、あの、今後コロナウイルスの自粛が解けた後に、ぜひトラスト企画に遊びに来ていただいて、もう乗っていただければなと思います。はい、前のね、つくばサーキット取材させていただいた動画で、つくばサーキットの体験走行ができるよっていう風なご案内をね、いただいたと思うんですけど、こちらの車をレンタルしてつくばサーキットの体験走行に行っていただいても全然大丈夫です。しかもあの走行会1000円で参加できますから。そうですね、はい、まあ、今後ね、そういったあのトラスト企画の車を使って普段ご利用いただいているお客様とか、うん、YouTube 見ていただいている視聴者の皆さんに楽しんでいただこうかなみたいなことを考えてますので、はい、よろしければね、トラスト企画のホームページとか、あとはツイッターとかフェイスブックとかにも情報をアップさせていただくと思うんで、そちらの方もご覧になってください。いや、いいな、僕がレンタルしたいですね。私もレンタルしたい、ね、で、これ花ちゃん乗れますもんね。もうオートマだから。そうそうそう、まあ、残念ながらこれは販売はしないんですけど。そうですね、プライスはないですね、うん、多分ね、販売したらすぐ売れちゃうと思う。すぐ売れちゃうまあ、ということなんでね、これからあのちょっとね、皆さんが楽しくなるようなことをやっていきたいと思うので、よろしければあの皆さんでね、遊びましょう。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ、あとはあの他の動画も見ていただいて、チャンネル登録ももう少しで1万人いきそうなんで、はい、ぜひよろしくお願いします。お願いします。じゃあまた会いましょう。さよなら。